アンベール城周囲をジャイガル城塞の城壁が取り囲む。右端がアンベール城、ジャイガル城塞から見たアンベール城像タクシーアンベール城はインドのラージャスターン州ジャイプルの郊外の北東 11km の城郭都市アンベールにある宮殿。宮殿後ろの山上にジャイガル城塞あり、隠れた通路でつながっている。ヒンディー語ではアーメールと発音するので、 アンベールという発音は間違いである。アンベールはラージュプートのカチワーハーケの王国、アンベール王国の首都であった。ムガル帝国の第三代君主アクバル一世は1562年にアンベール王の娘と結婚してアンベール王国と同盟したのを皮切りにアンベールをはじめとするラージプートの王国を次々に連合して参加に加えていった。1592年から もともと城塞があったところにラージャマーンシングによる大規模な築城が始められた。1727年、アンベールをジャイシング二世はアンベールから自らの名を冠したジャイプルへと戦都するまで改築が続けられた。かつては城主などに限られていたが、現在は観光客が像に乗って城のある丘まで登ることができる。2013年、 ラージャスターンの丘陵上祭群として、世界文解産に登録。アンベール宮殿と宮殿と、山城のジャイガル城ジャレブチョーク。ありがとうございます。